夏は出会いの季節よね。ビーチで誰かと出会ってもっと魔法の宝石じゃんじゃん出しまくりたーい。なのにどうして私はここで仕事なのよ。それにさっきから全然お客が来ないじゃない。学園が夏休みに入ったから仕方がないわね。冷房と風全然来なくてロサ暑いです。ラブラブポーラーベア、北極グマだから暑いのは苦手ラブ。夏にお客がいっぱいって？それはもちろん。うひょー、ドドドジャジャー、ジェルベットシーサイドカフェ、こじんまりとオーブこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。波に乗るって。さあ回転準備、回転準備。やっぱり海はラーメンよね。ラウさんもラーメン手伝うです。隣のナンプラーラーメンには負けられないわ。超レアなジュエルザンの天然氷、やる気出てきた。やばい。ちわ、私たちも手伝いに来たよ。やっぱ夏は海だよな。食材はうちのデパートのものを提供いたしますわ。皆さん、夏は出会いの季節ですね。でも先生との海でのお約束、くれぐれもヘイお姉ちゃんなどと声をかけられても気軽についていってはいけません。悪質なナンパには気をつけましょう。はーい。つうか、なんであずさ先生まで来てるんだ。はい、そこのお姉ちゃん。あら、先生早速声かけられちゃいました。しかもお姉ちゃんなんて。感動です、先生感動しちゃいました。なんかめんどくさいかも。あ、待って、行くのか。ほら、値札ついてますよ。皆さん、ビーチでは水着の値札の取り忘れにも気をつけましょう。ねえねえ、そこのピンクの子、ドキリ。水圧は10万ヘクトパスカルだよ。だようですか。ごめんなさいです。え、私たちじゃないの。ジュエルベッドに負けた。やぶー。ナンプララーメンありますか。ない。じゃあジュエルラーメン。はい、ジュエルラーメンですね。ラウサ、チャーシュー乗せるです。はいはい、いちごミルクかき氷ね。お姉さん、ちょっと待ってね、今順番で聞いてるから。あ、そこの僕もちゃんと並んでね。この氷の山完璧にできたんだから、生半可なシロップのかけ方しないで。ルビーたちはラブラとエンジェラ見つけてきてちょうだい。まったくあの子たち、客集めに行ったままずっつい帰ってこないんだから。うん、じゃあ行こうか。チアリ、そうだね。あ、こっちの氷も完璧。
逆じゃねえ。小粋な海の男、今日も今日とっていい波来るのを待ってるぜ。ヘイ、そこのガールたち、ここでアフタヌーンテーをトギャザーしちゃうのはどうだぜ。え、何あのおじいちゃん。あ、これってあずさ先生が注意しろって言ってた悪質なナンパじゃ。ヘイ、そこのプリチーな二人のガールたちのことだぜ。ほら、ヒエヒエのプリンアラモード、海男を味わるぜ、プリリン。プリン、ここに。こら、サムラ先輩、いい加減そういうのやめろって言ってるだろ、じいちゃん。おじいちゃん。ほっぺた落ちた。おじいちゃんのプリンアラモード海男味おいしい。海男プリンでドンワリベイベイ、ドンワリベイベイ。この人が真田先輩のおじいちゃん。俺は小粋な海の男、夏ガールたちと戯れいい鍋からのサーフボードであの方ダブラガーダブラガー。かっこいいよおじいちゃん。ほんと素敵なおじいちゃんですね。いや、そうだ、プリチーガールたちに俺の若い頃、つまりはヤングモテモテオーシャンボーイの頃を見せてやるぜ。え、ヤングモテモテオーシャンボーイ、ラビー見たい見たい、チアリも見たいよね。そうだね。じゃあ俺は向こうでみんなが待ってるからさ。あ、先輩。ジジイ。うわ、おじいちゃんかっこいい。それにこんなに女の子いっぱい、モテモテだね。まあこの頃の俺はこっちから声をかけずとも勝手にガールたちがキョウキョウ俺を囲んできたものさ。もう今もそうだがな。さすが海の男。あ、この人綺麗。おお、ガール気づいたか。このそよ風のように清楚な爽やかガールこそ俺のカズミだぜ。俺のカズミ、つまり俺のワイフだぜ。俺とカズミはこの海で出会い結婚したんだぜ。つまり真夏の海で恋のビッグウェーブに乗ったってわけさ。ってことはこのカズミさんが真田先輩のおばあちゃんか。真夏の海で出会って結婚なんて素敵だな。で、そのカズミさんはどこどこ、うん、あれ、どこにもいないみたい。それは聞かないでくれ。おじいちゃんはずっとここに住んでるんですか。そりゃ海の男だからな。俺はここでずっと持っているんだぜ。もっとすごいグレートなサーフィンウェーブをな。それってサーフィンにすごくいいウェーブってこと。ああ、諦めず待って待って待ち続ける。うわ、ルビーもそのウェーブに乗ってみたい。だがその前に今すぐ波に乗せてやらねばならないガールがいるぜ。ユー。私？イエス、恋という名のビッグウェーブにな。いいか、恋もサーフィンと同じだ。チャンスは一瞬、狙った波には迷わず一気に攻めろ。でもどうして私が真田先輩に。その顔に書いてある、ガールよ、コウに惚れているんだろ。真田先輩、コウスケだからコウって呼ばれてるんだ。はい、その通りです。ちょっとルビー。その照れ混じりに焦った顔、カズミの若い頃にそっくりだぜ。で、おじいちゃん、まずは何をすればいい。これだぜ。出会うきっかけは自分で作れ。帽子を拾ってフォーリンラブ作戦だぜ。いくよ、ルビーのウサビビセンパーティー。レディー、待って、私の帽子。
次は印象的な出会いは恋のビッグウェーブを巻き起こす。そろからズドンとアロハ作戦。おお行くよ、ウサギのバラカライダー。ドキドキ。あ、そう。またもためか。よし、次だぜ。あなたに会うためだけにこの海越えてまいりました。あなたと乗りたい恋のビッグウェーブ。さあ、幸せをつかんでいただきましょう。イルカに乗った少女作戦。南の海からやってきたイルカルビーに乗って。うわ、やってきた。やっほー、サナダ先輩、チアリがイルカに乗ってきたよ。ラブラブ乗りたい。またまたダメか。ならばこのまま一気に逆人魚姫で恋の波乗り大作戦だぜ。はい。ああ、私もうダメ。あ、真田先輩、食べる？これはふ菓子。うわありがとう、むっちゃん。ふふふ。ここまで恋のビッグウェーブに乗り損ね続けるとは。来るパカ。すんごいグレートなサーフィンウェーブパカ。いや、おじいちゃん、来るって来るって。ああ、いよいよこの時が来たか。おい、じいちゃん、本気か？当たり前だろ。お前は黙って見てろ。そういうわけにはいかないよ。だって俺はばあちゃんに。ビーン！じゃあ、おじいちゃん、お待たせ。ルビーも一緒にすんごいグレートなサーフィンウェーブに乗る。おお、プリティウサギガール、なかなか似合ってるぜ。さあ、行こう行こう。おい、じいちゃん、待て。悪いが、海の男を止めることはできねえ。なぜならそこに海があるからだ。わあ、かっこいい、さすが海の男。行くぞ、プリチーウサギガール。はい。はい、ジュエルラーメン2つですね。調査はじゃんじゃんチャーシュー乗せてるです。はい、メロンミルク氷にパインミルク氷ね。あ、この氷の山も完璧。私今日一日でものすごくかき氷の腕上がってるかも。海の男はな、まず準備体操だぜ。1、2、3、4、2、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、と、これでよし、いざ海へ。あれ、おじいちゃん、すんごいグレートなサーフィンウェーブは消息パカ。ラブ、あ、おじいちゃん、急がないとサーフィンウェーブ来ちゃうってよ。その前にここで一句。いや、ねえねえ、おじいちゃん、早く行こうよ。落ち着くんだぜ、スーリスーリ。そこから。今日はなかなか俳句の神が降りてこねえぜ。おじいちゃん、サーフィンウェーブもう来ちゃったみたいだよ。ああ、それはとっても残念だぜ。でもな、海の男ってのは過ぎ去った波を追いかけはしねえものさ。うわ、かっこいい、さすが海の男。じゃあ新たな波に挑戦だね。え、あ、いや、それはもう来ないパカ。え、すんごいグレートなサーフィンウェーブもう来ないのパカ。ずっと金輪際永遠にずっとパカ。もう仕方ない、プリチーウサギガール、帰るパカ。ダメだよ、おじいちゃん、すんごいグレートなサーフィンウェーブに乗りたいんでしょ。ずっと待ってたんでしょ。そりゃ海の男の夢だからな。
ったがな、自然ってのはこっちの思う通りになりゃしねえ。ルビーは諦めない。絶対おじいちゃんとすんごいグレートなサーフィンウェーブに乗るんだから。ルビーに全部任せて。ハッピーハピネスルビージュエルフラッシュ。うわ、ルビーの魔法成功しちゃった。え、あ、ちょ待て。あ、大丈夫おじいちゃん。怖いよ。全部嘘だったんだ。俺は海の男なんかじゃない。本当は泳げないんだ。助けてくれ。おじいちゃん大丈夫。ルビーに捕まってこら。こらもう怖くないよおじいちゃん。プリチウサギガレ。つまり海の男なんて全部じいちゃんの作り話。この写真も全部合成さ。そんな、どうしてそんな嘘を。ん、おじいちゃん、サーフィンウェーブ来るよ。ルビーに捕まって。おう、来たー。おう、うわー、乗れたやったやった。気持ちいいぜ。こんなの生まれて初めてだぜ。楽しいね、おじいちゃん。ああ、なあ、プリチウサギガール。ん、嘘ついて悪かった。全然、ルビーもおじいちゃんとすんごいグレートなサーフィンウェーブに乗れて嬉しいよ。ありがとう。俺は小さい頃から泳ぐのは大の苦手で、夏も海もみんな大嫌いだった。海に誘われても水が怖くて近づけなくて、俺はいつも一人荷物番。おじいちゃん語るね。ちょっとくらい泳げるかってモテモテでいい気になってる友達が羨ましくて、だから思い切ってタッ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 。あららららあらららら。それを助けてくれたのがライフセーバーのカズミだった。俺の命を救ってくれたビューティーエンジェルカズミ。それで俺たちはめでたく結婚した。わいわい、ハッピーエンド。なんだかとってもいい話なのに、どうしてあんな嘘を。その後も俺はつつましく真面目に生きてきた。でもやっぱりずっと心残りだった、あの夏のことが。ん、やっぱり俺はあいつらみたいにモテモテになってみたかったんだ。つまりじいちゃんはモテたいあまりに急にキャラを変えて定年デビューしたってこと。定年デビュー。イエーイ。でもおじいちゃんにはカズミさんがいるんでしょ。その通りさ。俺にはカズミがいる。無理して海男気取ってモテなくてもよかったんだ。ガールたち、君たちのおかげでそれが分かったよ。おじいちゃん。あなた、ただいま。ま、この声はカズミさん。おかえり。寂しかった。すーり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 。みんなお疲れ。あ、ルビー、そろそろ店じまいしようと思って。大繁盛だったみたいだね。はい、ローサ今日もお仕事いっぱい頑張ったです。ほら見なさい、こっちもがっぽり儲かったわよ。うちのデパートの食材も大活躍でしたわ。それに我がデパートの一押しの UV グッズで日焼けも完全ガード。こっちは久々に泳ぎまくってすっきりしたよ。やっぱ夏は海だよな。お疲れラブ、キラキラパカ。先生もこんなにゴミ拾いました。感動しちゃいました。でも先生と海でのお約束その2、ゴミはお家へ持ち帰りましょう。お嬢さん、落とし物だぜ。あら、ありがとうございます。え、おじいちゃん、なんだかさっきよりパワーアップしているような。おお、プリチーガールたちがたくさんお揃いだぜ。どなたですか、あの方は。真田先輩のおじいちゃん。マジかよ、なんだあの髪型にあのファッションセンス。なんだあのド派手なじいさん。早く帰ろう。おう、ベイビー、サマーバケーションはまだまだ終わらないぜ。そこのプリチーベア、俺と一緒に朝まで踊り明かさないか。ダーワリベイビー。ごめんなさいです、ルースはそういうの基本お断りなんです。あった。でもあれは諦めねえぜ、だって海の男だからな。モテモテオーシャンベイビー。カズミさん、嘘なのに。
おじいちゃんからお土産にもらった海男味プリン美味しい。うんうん、カフェのメニューに加えたら。それいいかも。あ、真田先輩、これ二人にうちのじいちゃんから。え、それと今日はいろいろありがとう。あ、いえ。じゃあまた。わあ、真田先輩にお礼言われたよ。うん、じゃあお手紙読もう。プリチーガールにプリチーウサギガール、今日は本当に楽しかった。君たちはとってもいい子だぜ。だから急ぐことはない。いつか必ず恋のビッグウェブに乗れるはずさ。特にプリチーガール、こうよろしくな。寂しい夜は俺を、そしてこの真夏の海を思い出せよ。あなた。はい、カズミさん。ありがとう、プリチーウサギガール、海男真田才三。おじいちゃんたら。入ってる。うわぁ、かわいい。さすが海の男。ありがとう、おじいちゃん。ルビー大事にする。仕上げます。みんなはどんな夏を過ごしていますか？ルビーはこの夏早速海へ行きました。海はハッピーがいっぱい。サーフィンもしたし、海の男にも会ったし。うわ、ややしのみ。もう、うわはは、痛い。みんなに届け、ハッピネス。もう夏だね、サフィー。そうね、夏といえばあれだよね。あら、何かしら。夏といえば怖い話とお化けに決まってるよ。ジュエル学園には超怖いお化けがいるんだって。あー、いやー、お化け嫌いってチタンナが言ってたよ。ピャー、悪霊大佐、悪霊大佐、払いたまえ、清めたまえ、払いたまえ、清めたまえ。次回、ジュエルペットハッピネス肝試しだよ、ジュエリンパ、払いたまえ、清めたまえ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。